ヨバナ・ブラコチェビッチは、セルビアの女子バレーボール選手。ボイボリナ自治州のズレニャニン出身。ポジションはオポジット。セルビア代表。196センチメートルの長身を生かし、長い手の遠心力を使って、スパイクを打つ。卓越した身体能力を持っていたことから、次世代の大型エースとして注目された。イタリアセリエ A2 のコネリアーノでは2007、2008。 シーズンのベストスコアラーを獲得し、チームを優勝とセリエ A1 昇格に導いた。2006年、セルビア・モンテネグロ代表として出場した、世界選手権で銅メダルを獲得する。2007年の欧州選手権よりスタメンとなり、チームを準優勝へ導くとともにベストサーバー賞を受賞した。その後同年のワールドカップ、2008年の北京オリンピックに出場した。 2011年9月に行われた欧州選手権では初優勝を飾り自身も MVP に輝いた。同年のワールドカップからイエレナ・ニコリッチの代表自体により若くしてキャプテンに任命されるが左手首の負傷により満足なプレーができなかった。翌2012年のロンドンオリンピックに出場し2大会連続の五輪出場となった。 2011から2012年シーズンは、V プレミアリーグの JT マーベラスでプレーした。現在は、トルコリーグの競合、ワクフバンクに移籍し、木村沙織とチームメイトである。2012から13シーズンの欧州、チャンピオンズリーグで2シーズンぶりの優勝に大きく貢献し、大会 MVP に輝いた。2013年、FIVB ワールドグランプリで、銅メダルを獲得。 自身もベストスパイカー部門1位、ベストオポジットに輝いた。同年10月の世界クラブ選手権ではクフバンク、初優勝に貢献し、MVP を受賞した。2016年8月のリオゴリンで銀メダルを獲得した。ありがとうございます。